モカルームへようこそ。もくもくモカです。タンタン。はい、ということで今回は TikTok5 分で何本撮れるかチャレンジ。皆さんに TikTok で音源をたくさん募集して、でその中から私が選んだ曲を使って5分間で何本撮れるのかっていうチャレンジなんですけど、ちょっと緊張してます、めっちゃもう本当にスクロールしてもしきれないぐらいたくさんの音源を作ってくれて、もう本当にありがとうございます。だから今回はできるだけね、多くの TikTok を撮れるように私も頑張りますので、ちょっと応援よろしくお願いします。ではチャレンジいきましょう。はい、それではスタート。出た。もう一回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 。はい、オッケー、完璧。次、あと4分です。OK。オッケー、やばい、あと2分です。あと2分、急いで。やばいやばいやばい、もう時間ないですよ。ですよね、知ってます、知ってます。ちょっとそんな焦らせないでください。本当に時間ないですね。知ってます、知ってます、知ってますよ、分かってるんですよ。ちょっと待ってくださいね、本当にやばい。20秒で。ばやばい、10秒ですか5。え、ちょっと待って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 、最後ラスト滑り込みセーフ、滑り込みセーフ、滑り込みセーフ。やった、僕しか勝たん。10秒です。全然できませんでしたいや思ったより時間ない。ちょっともうちょっとだけ時間をくれないですかね。わかりました、3分にしましょう。今回は3分、3分に大丈夫かな。3分ですね。はい、いや全力を出します。いきます。はい、スタート。よし、まずこのリベンジから。よし、 OK。すぐ行かないと。で、このあんまり焦ってる顔を見せないようにして完璧やっぱり、ガチャ。 OK。 え、これいい調子なんじゃないですか。だってまだ1分経ってないですよね。2分です。あれ、よかった、アップ席やったです。あ、ちょっと違う。
オッケー。え、調子いいんじゃない？あと1分半です。ごめんごめんごめん、全然いけなかった。間違えた、全然いけなかった。ちょっラスト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 、いける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 、全然いける全然いける、頑張れ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 、あと30秒。いけた。え、今あと10秒あります。よしよしよし、もう一回いく、もう一回いく。結構さっきよりスムーズに、しかもたくさん曲できた気がする。じゃあ撮り終わったので一個ずつ振り返っていきたいと思います。ゆいのちゃんの音源です。え、めっちゃ完璧。シーとかもめっちゃ顔の表情作ってありました。ちゃんとゆなちゃんの音源、いい。しかも収まりめっちゃ、このドゥルリンっていうのでちゃんと綺麗に終われてたから良い感じ。この辺が終わったあたりで、はい残り4分とか言われて、あやばいやばいやばいってなりだして、でこのまおちゃんのやっぱ僕しかやったっていうめっちゃ簡単な音源、もうねありがとう真央ちゃん、この4秒に助けられた。ゆうちゃんの音源、なんかゆうちゃんは結構昔から推してくれてた子なんですよ。これね、ようこそ。え、ちょっとなんか出だし、出だし出しようか。結婚してください。はい、なんか最後涼しげな顔でスローを撮ってますけど、あ、グッバイガチャやってないし。あれなんか出だしも、もうカルーメーって言うときにカルーメーぐらいからスタートしてた。ちょっと怪しいですね。あやかちゃんの音源、カルーメーようこそ、なんか僕、ちかです。お、いい。これは結構ゆったりとした曲調だからってのもあって余裕な感じで安心しながらできました。これはゆずちゃんの音源。しかし、しんなさそうな顔してる。ちょっともうやばい、モクモクがなんかもうモクモクしてない、雷みたいな。まあまあまあ、一応成功はしてました。次、うみちゃんの音源。モクモクモカでーす。おぉ、OK です、できてます。しかもこのラリーラリーラー来た時の多分安心感半端なかったのか、ラリーラリーかも生き生きしてる、こういう感じ。ミルちゃんの音源。モカルームへようこそ、モクモクモカでーす。ダウンダウン。あ、ちょっとヘイが怪しいですね。ヘイくらいな感じになって、でもすごい余裕な感じだったし、ちゃんとこのトランジションでこうバンバンっていう動きがあって、その時にこうちゃんとこの携帯を揺らして実際にあの打たれてるみたいな表現があるんですけど、それもちゃんとできてた。これが1回目の最後、さくらこちゃんの音源で9曲目です。トーンめっちゃ合ってるんだけど、トーントーントーン、やっぱ僕しか勝たん。笑っちゃってる。どうしました。あのタンタン言い過ぎて自分でおかしくなったのか、なんかもう笑っちゃってました。まあでも一応成功です。でここからが泣きの3分に入りますね。はなちゃんの音源。あのですね、これは1回目にやった時に最初に断念した音源なんですけど、そのおかげでめっちゃ緊張感走ってて顔が笑ってないです。あの目が笑ってない。リコちゃんの音源。のこれめっちゃ余裕、すごい完璧です。これこれめっちゃ完璧。これすごい。次、シャケちゃんの音源です。
はい、なんかちょっと一個ポーが起こったポッポッガーが正解なんですけど、ポッポッポッガーって言ってましたね。まあまあまあ、でも許容範囲一個ぐらいなら。で、次がゆいちゃんの音源。おお、意外といけてる。最後の焦ってた割には。じゃ最後ももかちゃんの音源。おお、できてる、できてるんだけど、あのカシャっていう音があるんですね。このぐらいの角度でやらないといけないのに、カシャ、もはやL の状態で撮ってた。でも一応できてます。結果発表ということで、最初に撮った5分と泣きの3分含めて8分で合計14曲撮れました。いやでもパチパチしてるけど、自分的にはもうちょっと行きたかったかなって思いがあって、今回は100点満点で言うと60点ぐらい、結構低いでなんかもうちょっと、いや悔しいんですよ、なんかもうちょっといけたなみたいな。今回あの紹介できなかった音源もたくさんあるので、それとか今回やったけどあんま完璧じゃない音源とかも含めて、ちゃんとね完璧な状態で随時 TikTok、 自分の TikTok の方に紹介していくので、それも皆さん楽しみにしていてください。で本当に時間がない中で急なお願いだったにもかかわらず、本当に素敵な音源をたくさんありがとうございました。これからもたくさん音源待ってます。ということで、この動画はこれで終わります。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。グッバイ。ガチャ。